さんどんな感じなんですか。いや、お客さんすごい綺麗で美術館みたいだったんです、つまり、あのね、物は商品は良かったと思います、多分、いいものだから売れると思っていたら、だからアメリカで売れてるもんなら日本でもすぐ売れるだろうなんていう、完全な勘違いですね。で、僕はお客さんのせいにしてます、売れないのは。上司に言われて、なんで売れないって、いや、お客さんが分かってないんじゃないですかってぐらい、もうあの勘違いですね、勘違い男になってますね、完全に。海外の一流品なら日本でも必ず売れる、そんな自信はすぐに崩れました。バイヤーとして何を指針にすればよいのか悩む藤巻さんが思い出したのは、バーニーズのある伝説的バイヤーの教えでした。この方本当にそれ、あのパリコレ行ってもどこ行っても前列で世界中が認めるスーパーバイヤーだったんですよ、もう今でも多分アメリカでは有名な方なんですけどね。すごいなと思ったのは、高いレストランも安いレストランも同時に見るんですよ。高い安いで見るんだと。いいものは何なのか、300円なら300円でいいものもあるし、100万円で100万円もいいものがあると。あ、そういうことも勉強しなさいっていう。値段に惑わされずに、それぞれのレストランで、それも素晴らしいですね、だからよく触って自分で値段をつけてごらんって言われましたね、これいくらって売れるって、だから原価も大事で、原価を積み上げることも大事だけど、いくらで売りたいんだ、売れるんだ、この商品はどれぐらいの数が売れるっていうことの想定もしなさいとか、あと切れ物見続けであれば本物と偽物が分かるようになるって言われて、それは人にも言えるってことを彼女が教えてくれたんですよ。たくさんいろんな人に会いなさいと、そのうちあなたの目が必ず本物になるからっていうふうに教えてくれたんで、まあつまり場数を踏むっていうことを学びましたね。藤巻さんは有名無名を問わず、多くのデザイナーと会い作品を見続けました。自費で海外の注目デザイナーのコレクションを見に行ったこともあります。ブランドにとらわれず自分の目を鍛える、藤巻さんはそんな努力を重ねたのです。バーニーズの失敗から4年、藤巻さんに大きな成功がもたらされます。カイホーク、海外ブランドがひしめく百貨店の顔、1階の売り場、そこに自らが探し発掘した新進気鋭の若手デザイナーたちの洋服を並べたのです。百貨店から新たな流行を巻き起こす藤巻さんの大胆な試みは、それまでの常識を覆すものとして大きな話題となりました。やっぱりこう引きずられない確固たる自分の信念を持たないと、やっぱりいつまでたってもなんか人生を、なんていうんですかね、人生にイニシアチブが取れないというか、思ったように仕事ができないと思った時に、たまたまあのまあ洋服業界っていうのもこういうファッション業界に長くいて、いろんなブランドっていうんです、グッチだプラダだというブランドに対して、そうですね、とそれから人間、それ物と人がダブって見えてきたんですよ。やっぱり長くずっと続いてるもの、例えばそのおっしゃったルイ・ヴィトンでもエルメスでも、続いてる理由と、続かない、それでも海外のブランドでも途中でダメになるブランドもたくさん見てきたんですよ、それは何なんだろうかなっていうことを自分なりに仮説検証してった時に、やっぱり強い信念のあるものは絶対これをやり続けるんだ、あるいはどんな時代にも変わらないでやり続けるんだっていうような信念とか、それからそのものに必ず誰か人がものを作ってきたわけですね、その時にはその物語を語れるブランドは長く続いてるし、それからやっぱりある程度歴史を積み上げてきたところの会社のものは壊れてないなと。でこの3つが成立してないとなんかブランドになってないかなっていうのをなんか思い始めたんですよ。強い信念と確固とした物語とその形取ってきた歴史の歴史、その時にあ、これって人間と同じかなと思って、だから人間もやっぱり大事なことはまずやっぱり確固たる信念を持つ、それからやっぱり自分というものの若い時からの物語とか、仕事をしてからでも物語をちゃんと語れる自分になるってことと、それはやはり積み上げてくる、なんていうんですかね、やっぱり
まあ、歴史ですか、歴史というか実績、実績ですかもしれないです、ね、人間の場合はね、ということがすごく大事で、結果ずっとつながれて、人に愛されてる、それで自分ブランドっていう言葉に達したんです。この日、藤巻さんは毎年必ず足を運ぶイベントに向かいました。若手デザイナーたちが洋服から小物までシーズンに先駆けて発表する国内最大のファッション展示会です。すいません、ありがとうございます。楽しかった、ハッピーになる。開放区の成功から15年、藤巻さんは今も自らの目を信じ、本物の商品を見極めます。これ光った、ピカッと呼ばれたな。藤巻さんは無名の女性デザイナーのバッグに目をつけ、すぐに商談に入ります。かわいいですね、これ。今回あえてここトートでっていう、ちょっとこう今作れるんですか、オーダーしたら。そうですね、まあ、自分で今作ってるんですけど。そうですね、持ち帰らせてくださいよ、やりますよ、すぐ作ってお送りします。いいですか、今回結構ちっちゃいのもいいなって言われるので、すごい気に入った。あ、そうですね、まあ、とにかくもう気に入っていただけで嬉しいんで、なんか、まあ、ああいう方がいいって言ってもらえるものを作れるようになったんだなっていう気持ちになります。藤巻幸男49歳、志と実力で築き上げた自分ブランド、それを武器に今日も人の心を巻き込み続けます。自分自身がたくさんの場数を踏むこととか、経験することとか、数を踏むこととか、人に会うとか、たくさんいろんなものに触れていることでふっと出てくるものもあるん でそこに人が巻き込まれていくっていう、そこじゃないですかね、と思うんですよね。藤巻さんのお話にありましたが、ブランドというのは志の中で自分の信念を持ち、ストーリーを持ち、そして歴史を作っていくということです。なのでいろんなブランドが世の中に立ち上がってますが、私たち自身も自分のブランドというのを実を作ることはできる。私だったら勝間ブランド、皆さんだったら自分のブランドを立ち上げられるのか、今日の藤巻さんの話をヒントに、一つでも二つでも多くの行動を起こしていただきたいと思います。